ドノルド・ブラッド・フォード・ラウリーはアメリカ合衆国の実業家、政治家、クエーカー・オーツ・カンパニー社長を長年にわたって務め、その他複数の企業でも幹部を務めた。アイゼンハワー政権では総務担当国務次官。学生時代はプリンストン大学でアメリカンフットボールをプレーし、1974年にカレッジフットボール殿堂入りした。 1899年8月22日、アラバマ州ジケーターにて誕生。イリノイ州ペリューで育ち、ラサール・ペリュー高校を経て、フィリップス・エクセター・アカデミーに入学。ラウリーは青年時代をアメリカンフットボールに費やし、主にクォーターバックのポジションでプレーした。高校時代は、フィリップス・エクセター・アカデミーの選手としてプレー。1916年11月、 伝統のアンドオーバー戦においては決勝のタッチダウンを決めた。この試合では第4クォーターの最初のプレーにて左サイドでエンドゾーンまでの33ヤードの距離を一気に駆け上がり、この試合における唯一の得点を挙げた。大学はプリンストン大学に進学しアメリカンフットボールと陸上競技をプレー陸上競技者としてはイギリスで開催された 総幅跳びの大会で優勝した。アメリカンフットボール選手としては、1920年のオールアメリカン選手に選出された。1920年のイェール大学戦では、勝利の立役者となり、プリンストンの先輩スタンケックは、私のキャリアの中で最も興奮する光景がもたらされ、私の心に強く残ったと後に記した。この試合では、プリンストンは、 クセンを強いられ3から0で迎えた第2、クォーター終了間際のフォースダウンドイエール大学側40ヤードラインからのフィールドボールを試みようとした。キッカーにはケックが入り、ホルダーにラウリーが入った。ここでイエール大学の選手がキックをブロックするプレーに入ったため、ラウリーはキッキングのフェイクを行った。ラウリーはボールをそのままキープして走り出した。 ケックはラウリーをサポートするブロックに入り、ラウリーはエンドゾーンまで一気に走り抜けた。プリンストンはその後リードを広げ、最終的に20から0で勝利した。プリンストンは1920年のシーズンを6勝1分で制覇した。ウォルター・キャンプはラウリーについて、常時よりもわずかに目立っており、相手のあらゆる弱点を見つけ出したと述べた。1921年シーズン。 ラウリーは怪我のため前半戦を棒に振った。ラウリーは1922年に急長としてプリンストン大学を卒業。彼は NFL 加入間もないシカゴベアーズから入団のオファーを受けたが彼はそれを辞退。母校プリンストンにバックスのコーチとして残った。ラウリーはジュニアチームとシニアチームの両方で後期年配を受賞した。ラウリーは1948年に プリンストン歴代選手による最高チームのメンバーに選出された。1964年にはナショナルフットボール財団が彼の生涯の功績を称えゴールドメダルを授与した。1974年にカレッジフットボール伝道入り、プリンストン大学は彼の栄誉を称え、毎年最も優秀な新人に授与するドノルド・ビーラウリー賞を創設した。 ラウリーはクエーカー・オーツ・カンパニーに就労。1923年にメアリー・エドナ・キングと結婚し、一難を設けた。ラウリーは1947年にクエーカー・オーツ・カンパニー社長に就任。1953年、ドワイト・アイゼンハワイ大統領はラウリーをアメリカ合衆国国務次官に指名。彼はクエーカー・オーツを一旦離れ、主に国務省で、 組織再編について監督する任務を遂行した。クエーカー・オーツには1954年に復帰。1956年に最高経営責任者に就任。1961年に会長に就任。また、同時期、イリノイ・セントラル・インダストリーズ、インターナショナル・ペーパー、インターナショナル・ハーベスター、ノーザントラストでも幹部を務めた。 彼は1970年にクエーカーオーツを引退し、フロリダ州ロングウッド任居。1990年1月15日にイリノイ州ウィルメットで死去。ありがとうございます。